女子ゴルフのメジャー第一戦、シェブロン選手権は20日にテキサス州のカールトンウッズクラブで始まりました。18日にはプロアマ戦が行われましたが、19年に開催された AIG 全英女子オープン以来の2勝目を目指す渋野日向子選手が棄権しました。渋野選手は高水理してスタートに備えるために練習していたのですが、 ティーオフの前に引き上げたそうです。詳細については不明です。一週間前に行われたロッテ選手権では、初日に69のスコアで7位発進しましたが、その後はオーバーパーが続き57位で終わりました。それでも、部の選手は、情けない。また来週頑張る。と必死で切り替えていました。今年で、部の選手は、 この大会に4年連続で出場しています。昨年は優勝争いに加わり、4位に入っています。今年はコースが変わったため、上を目指すにはアンダーを出さないと、と攻める姿勢を示していたそうです。日本国内の移動と違い連戦すると広範囲の及ぶのと、多分表面とは違いとてもナイーブな性格のようなので、疲れが溜まるだろう。 今回予選を通過して完走できれ。バイオイが、国別対抗とかも出場に意欲的だったから、当分休めないだろう。それにしても、ルエは体力もメンタルもタフだね。プロアマ危険して退場したらしいが、身体大丈夫かな。コロナじゃないだろうな。心配だ。去年も同じことがあった。決勝ラウンド危険したしな。 何もなければいいが、練習できなかったんじゃないかな。メジャー危険なら、本当に残念だぞ。頑張れ支部の選手、何もないことを祈ってますよ。体調不良、ではなく、体の不良、と、ゆイわましが気になる。ロッテの2日目だったのを思うが、アンダーウェアで目立たなかったが、左手首にテーピングしてたのが、すごく気になっていたのだが、 パッと見出し見た時に、渋野ひな子、危険の文字が見えたからドキッとしたけど、古い情報でしたね。現地は、もうすぐ朝かな。そのうち情報が入ると思うけど、もし、渋野選手が危険となると、個人的には楽しみが半減。いや、激減してしまうので、無事を祈りましょう。渋子さん体調不良は、 逆にあまり力まず良い結果が出るかも。とにかく渋子さんが出ないとは和を見る気も起きないので、プレーできることを祈っています。今週は大いに期待していいと思います。なぜなら、先週は初日にロケットスタートをして詠やしてと期待を持たしましたが案の定、二日目以降はオーバーパーで周りの期待を裏切る結果に、今週はその延長線上で、 周りは、期待していない上に、プロアマを欠場した胃腸が良くないとのこと。こんなニュースに接すると誰もが期待しないですよね。どっこい。こういう時こそが渋子の手、番なんです。優勝争い間違いなしです。渋子さん。ちょっと心配ですが、問題なく出場プレイできることを祈っています。周りの関係者や、ファンへの気遣いのすごい渋子さんが、プロアマ危険とは、 ちょいと心配ですが、何も起きていないことを祈るしかありません。詳細は、不明ってことはないじゃろアルバの記事には、マネジメント事務所によると、理由は、体の不良、って載ってたんだから。記事にするなら、少なくともマネジメント会社に問い合わせくらいしないと。支部の選手は、何時もどこそこが不調と詳しく話さず。 記者や、レポーターが後から聞くかや部の中、コメント欄に憶測だけが飛び交う今日この頃、出場、できると良いね。女性の体調不良ってのは、色々あって気になるな。身体の故障じゃなければいいが、あれこれ試行錯誤しすぎも良くないのかな。素人目だけど、ゴルフは、クラブの重さを感じながら振り下ろすことから始まるらしいけど、飛距離を出すためには、 自分の力もそこに込めなければならないんでしょう。飛ばそうとバランスが崩れてバラバラになるんでしょう。極論はパター一本でゴルフは可能なんだよね。間違っていても力を必要以上に入れずに重さを感じながらの基本を思い出すべきだな。今は身も心もバラバラって感じかな。体調管理が甘いね。誘う。旗をかく。震えや勝ちとは 運命の差だ。スタート前から勝負あった感じだな。ハワイとテキサスなら、時差も十分ある。体調崩すわ。しかし、腹は日本で試合。すごいな。詳細は不明ってなら、記事にするな。書くならきちんと取材して、書くのが常識だろうに、不明のまま記事にするとは、マスメディアとして失格だ。これも波乱万丈。 渋子劇場の一幕か、常にハラハラドキドキさせてくれるスターです。日本の女子ゴルフツアー、ロッテ選手権の6戦目が終了しました。次の週にはメジャー初戦が控えているため、選手たちのコンディションに注目が集まりました。その中で、ハワイで行われたメジャー前哨戦とも言える大会で、畑岡奈紗が存在感を発揮しました。 ハタオカ選手は初日から上位に名を連ね、最終日を首位と2打差の5位タイで迎えるなど、4日間通して優勝争いに加わりました。日本のファンも今季初優勝を期待しましたが、最終日には4ボギーを叩いてスコアを落とし、最終的には16位タイで終わりました。この大会は、 2012年には宮里愛が優勝し、昨年度には渋野ひな子が2位に入るなど、日本勢には相性が良いようです。ワウワウの中継レポーターを務めた片平幸喜は、ベイツアーで6回勝利を収めた旗。岡の高度な技術力に驚嘆しました。旗岡選手は、ドローとフェードの両方を打ち分け、 弾道の高さも低さもしっかりとコントロールできるのです。彼女は短めの番手で思い切り振ってしまうと、海風に流されて大きなミスにつながる可能性が高いことを知っています。そこで、畑岡選手は大きめの番手を選び、ランを出し、グリーンの硬さを利用して手前から攻めるなど、ショットを緻密にコントロールしていました。片平は、 畑岡選手の好調さは技術だけでなく強いメンタリティにも要因があるとの見解を示しました。畑岡選手と世界ランク1のリディア、古選手ぐらいがこのような戦い方ができると思われます。前回大会ではトップ10入りを果たしていた畑岡選手はさらなる活躍が期待されます。前半は2アンダーで良い流れがあったが 後半はバーディーパットが決まらず、耐えるゴルフが続いた。その中で迎えた第二打は、残り約200ヤードで、ライはややすま先下がり、強風が吹き、硬いグリーンの手前には、池とバンカーが待ち構えていた。ハザードのプレッシャーの中、5番アイアンで打ったポールは、左手前の細い花道に狙いを定め、そこから3打目でピンに寄せ、 バーディーフィニッシュを決めた。この素晴らしいショットについて、マネージメント力や冷静な判断力が光った、と評価された。ただ、最終日にスコアを落としたことに関しては、片平自身が、ショットは良かったが、パスパラムという強い芝のラインを読むのに苦戦し、決めたいところで決めきれなかった、と、どこかもどかしさを感じていた。 前哨戦で学んだことを活かし、目標としていたメジャー制覇に向けて気持ちを切り替えたいと思っています。片平さん、いつもナイスなリポートありがとう。南さん、ニュートラルでわかりやすいライティングありがとう。はた、岡プロの、精密で堅実なる強気。ナプレイを誰よりも知る方にしかコメントにできない内容。グリーンの攻め方の下りはうなってしまいました。 原プロを初めて見た印象も面白かった。現在の日本女子プロゴルフ協会の試合を取材。中継するにあたって、片平さんほどの人材はいない。ハイスクール時代からアメリカでも稀。当時、リディア、こう抑えて、アマチュアナンバー1の座に君臨したプロの視点は、一味も二味も違います。